皆さんこんにちは。ホーのホビーチャンネルへようこそ。今回はね、綺麗な星と紅葉を眺めにまた群馬県の方にやってきました。今寄居のパーキングによって、これから八ッ場ダムの方へ向かっていきたいと思います。ちなみにパーキングにはセブンイレブンの自販機なんかもありました。今回はね、天気もいいので、おそらく星の方も綺麗に見えると思います。とても道の駅があるとは思えない。斜め右方向、その後一番目の角を、はい、というわけで道の駅吾妻峡に到着しました。道の駅吾妻峡にはお風呂が併設されており、紅葉シーズンということもあって駐車場はめちゃくちゃ混んでいました。小さいながら直売所もありましたし、中にはいろいろ変わったものも販売されていました。はい、というわけで八ッ場ダムの方来ましたね。前回はね、車中泊だけで寄りましたけど、吾妻峡っていうね、紅葉がすごく綺麗なところがあるみたいなので行ってみたいと思います。若干ね、木々の色は変わってはきてるんですが、完全にちょっと紅葉とまではいかないかな。まだ青々としてる部分が多いですね。あったかいんですよ、結構群馬県もね。それでは1時間ぐらい歩いていくような感じですね。行ってみましょう。水が綺麗だね。滝があった。すごいね、あちこち滝あるんだよな。今日はね、かなり青空でやっと晴れてくれたので、星空も綺麗に見えるんじゃないかなと思って、この後ね、愛妻の丘まで行ってみたいと思います。嬬恋村ですね。でも時間はね、何時だっけな、今3時ぐらいかな。なのでここを見終わったらね、そのまま嬬恋まで行かないとって感じですね。初めて八ッ場ダム来た。っていうか前回も来たは来たんだけどね、近くをこうやって散策することがなく、車中泊だけで終わったのでね、やっとゆっくり見れる感じかな。おお、でもこの辺だいぶ色づいてるね。ほら、綺麗でしょ。山の方はまだそこまで色が変わってないんだよね。広いね。すごいね、ダムからの水が放水されてるのかな。えらい勢いですごい量の水が流れてる。うわ、すげえ。あそこの先に見える青い屋根、あれ多分レールの終点だと思うんだけど、あれが上がったんの終点かもしれないね。乗りたかったんだけど、今日は予約いっぱいでダメでしたね。にしてもすごすぎる。うわ、すげえ。あの赤いとこ行けるんだ。人がちゃんといるね。間近で見てみたい。これは下行かないとね。ここがエレベーターみたいですね。結構行列並んでる。すごい。すげえんだけど、何これ。上からさ、滝も流れてるんだけど、
滝の勢いの比じゃないね。これが八ッ場ダムもみじ橋。うわすげえ、なんだこれ、あららららら、らすげえ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 、なーにこれ、すっごいよこれ、伝わるかな映像で、ていうか俺の声入ってるかな、大丈夫かな、めちゃくちゃすごいんだけど、うわー、やば、うなってるよ、水がうなってる、すげえ怖いんだけど、めちゃくちゃすごいね、うわ伝わるかな映像で、こっちの壁面からもすごい勢いで流れてきてるよね、うわーすげー、めちゃくちゃすごいんだけど、これは伝わんないかもしんないね、すげーな、初めて見たよこんなの、ちょっと本物の滝が可愛く見えちゃうね、はい、これが本物の自然の滝だね、多分やっぱこれぐらいの方が美しいね、あ、やっと音が少しちっちゃくなってきた、すごいよ、っていうかこの階段もすごいねこれ上り下りするの大変だ、はい、というわけで反対側に来てみました、水が出てるところがすごいよくわかるね、すげえ勢いだなこれ、なんか向こうの奥には吊り橋があそこら辺にあるね、あっちの方まで歩いていけるのかな、せっかくなんで反対側からも見てみましょうか、せっかく対岸に来たんでね、反対側からも見てみたいと思います、まあさっきの放水場所がさこっち側だからすごいかもね、うわまた違うな、うわーすげー怖いね、ちょっとめちゃくちゃすごいわ、あの勢いがこんだけ穏やかになるとはびっくりだね、まあちょっと白くはなってるけど、あーこれいいね、いい絵だね、さっきの橋の方に向かっていきたいと思います、まだ時間的に多分大丈夫だと思うので行ってみましょう、すごいね、あそこら辺までは結構流れが強いんだよな、でもさここまで来ると結構弱くなるのね、ちょうどあの境目あたりから流れが変わってくるね、これ自転車でね渡れるんだよね、線路面白そうだよね、このさ吾妻橋のところをずっとさ自転車でさ線路を通ってこの景色見れるんだから面白いよね、見てみたかったな、うわこっちから見るのもすごいね、こ
んな感じみたいね。うわ、綺麗だな。さっきのもみじ橋も見えるね。すごい景色だ。ブルーブルー、青い池を思い出すね。皆さんおはようございます、時刻は6時20分ですね。はい、というわけで今愛妻農家で星を見るためにね、昨夜からやってきて明け方ですね。やっと太陽も上がってきて気温も上がって今6度ですね。非常に寒かったです。明け方は朝3度ぐらいかなしかなくて、寒くて何回も起きちゃいましたね。このヘアピンすごいな。こんな道だったんだ。はい、山々もね見えて、今 iPhone がね電池切れちゃったんで、もう一台のスマホで撮影してます。いつもと画質が違うかもしれないね。はい、山こんな感じで朝日を浴びてますね。すごくね、紅葉もやっぱり進んではきてて、こっち山の上でも綺麗ですね。はい。というわけでこれから朝ごはんを食べてね、愛妻の丘ちょっと見れたら見て、温泉入って帰ろうかなと思います。はい、というわけで時刻は7時20分になって完全に目が覚めましたね。山が綺麗だね。ちょっと面白い看板見つけたんだよね。わかるかな？濃厚車両に注意と愛妻家に注意って。ここ愛妻の丘って場所だからさ、面白いよね。愛妻の丘に男一人で。ちょっと見てみましょうか。はい。この辺のマップ、ちょっとね、水が水滴ついちゃって見えないね。爽やか街道、現在地ここだね。で、草津があって長野原、温泉がこの辺はねいっぱいあるから、帰りちょっとお風呂は入りたいなって思うんだけど。ちなみに榛名山は向こうで、浅間山がこっちですね。なんか変わったモニュメント、かっこいいね。はい、マップがあるみたいだね。で、こんなのがあって、開かない。スタンプヒア、ここでスタンプを押せるのかな？おう、スタンプあるじゃん。愛妻の丘。なるほど。紙持ってないんだよね。あー、すごいいい景色だね。普段ならさ、ここにキャベツがさ、妻恋といえばキャベツだよね。ずらーっと並んでるんだけど、もう収穫終わっちゃってるね。どっちから行くんだろう。階段から行ってみるか。いや、ほんと朝は寒かったなぁ。さすが山あいだよね。
お、これいいね、サムネに。写真撮ろう。はい、今サムネ撮りました。ラッパ吹いてるね。そしてここには愛妻の丘って書いたんだけど、わかるかな。逆光なんだよね。原則愛妻かテミール原則だそうです。見えるかな。はい、やってみる妻が喜ぶ家事一つ、出してみる気づいた時の感謝の言葉。こんな感じでね、いろいろあるみたいですね。多分ね、あそこの下も本当はキャベツ畑なんだよね。一面キャベツなんだけど、もう今収穫されてね、ないですね。で、ベンチがあって、ここに鐘があると。ここでご夫婦で鳴らすのかな。はい、じゃあ一人で鳴らしてみましょうか。朝から迷惑かな。ちょこっとだけね、鳴らしてみましょう。どうやってやるんだろう。あ、なった。はい、こんな感じの場所でしたね。あれがなんだっけ、なんとか湖、湖、あっちの方に温泉あるみたいなんだよね。うわぁ、幻想的ですっごいいいね。もやがかかってるのがまたいい感じ。うわぁ、最高の景色だなぁ。いいね、これ。はい、これからじゃあ朝ごはん食べてね、ちょっと帰路に着きたいと思います。この後ね、ちょっと行かなきゃいけないところもあるんで、ご飯食べていきましょう。ああ、やっぱ山の中はだいぶ紅葉が進んでるね。いい感じ。ガチャガチャのメダルもらいました。群馬の百名山の缶バッジが当たる。やっぱ浅間山がいいかな。あれ？せーの、はい、お、来た、浅間山。標高2568m、当たりました。キャベツサイダーがある。愛妻の丘で LINE 登録をすると缶バッジとコーヒーがもらえるってことで、期限がね、10月31日で切れてたんですが、こちらの嬬恋村観光案内所の方がご用意していただいて、いただくことができました。それでガチャガチャ回せましたね。温泉入って帰ろう。今あのさっきのね、観光案内所を後にしてこっちから帰ろうと思ったら、見てください、これ、こんな滝が道沿いにある。すごい、瀬戸の滝っていうみたいですね。すごい、虹見えるのわかるかな。ここら辺に虹がかかってるんで、すごいね。普
通の道沿いにこんな滝があるってすごいよね。うわぁすげぇ、いいとこだね群馬って。瀬戸の滝だってね。落差何メートルだ、ほらここで見えるかな、この辺虹がかかってるの分かるかな、すごい綺麗。こんな近くで見ることができました。すごいね、階段気づかなかったよ。あ、ここの方が虹がわかるね。はい、こんな感じ、すごい迫力、めちゃくちゃすごいよ。まさか階段で降りられるとは思わなかった。階段がねちょっと隠れてて分かんなかった。これで上がっていくと上に戻ることができますね。すごい、結構びしょびしょになる。はい、というわけでこれが瀬戸の滝ですね。こんな感じ、嬬恋村の方言で家の裏の土地のことを瀬戸っていうの、瀬戸っていうらしいですね。はい、工事したってことはこれ自然の滝じゃないのかな。 あこの上に不動明王様がいるんだ。ほら、わかる、わかんない、どこにいるんだ、ちょっと見た感じはわからないね。うん、あれかな、崖崩れができないようにここをコンクリで固めたのかもしれないね。いや、わかんないね。この多分木の上のところだと思うんだけど、わかんない。あのくぼみのところかな。ちょっと見た目では下からじゃわかんないね。ほら、紅葉もすごい綺麗。ちょっと、あぶね。不動様わかんないね。この道なりに、いきなり滝が現れる。はい、というわけで今回は紅葉と星空を眺めに再び群馬県へとやってきました。吾妻峡もすごく綺麗でしたし、愛妻の丘でね、画像ではちょっと分かりづらいんですけれども、星もねたくさん見ることができました。この素敵な景色をね皆さんと共有できたら嬉しく思います。今回の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価の方とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。